はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、作ってきたよ。まずじゃあこっちからね。写真をきれいにする。はい。おー。きれいになった。さすがはイグナティウス・ボールトンね。探検に出かけて、ドードーを？待って。じゃあ、このドード、本物？やばくないって思ったんだよね、きっと今。取ってきていいものか、これっていう。ランプを修復する。バッテリー、ちょっと待って。どっちもきついぞ、これ。ドードーと一緒に写っているけど、ドードを買ったかどうかわかんないね、これだと。左手に持ってるのなんだろう？銃か？これ。ん？いや、なんか座ってるか？ん？よくわからん。バッテリー2か。バッテリー2か。ゴミ袋すらきついな。ダクトテープが1個あれば、仕上がったんだけど。いや、まあ、あと7時間これは考えよう。いやー、待ってよ。意外と気軽にはいけなかったな。とりあえずゴミ袋作るか。ゴミ袋。電球はしばらくいらないかな。どっちを優先。またこのハサミがね、結構きついんだよ。いや、まずはダクトテープ。いやー、遠いなこれ。はるか遠くだな。しかも2つでしょ？ 2 つきついなぁ。どうしようか。もうあれだもんね、出てくるまでははしごができようが、なんだろうが、できんものはできんもんね。できるときは一気に多分できるけど。ああ。さすがにやっぱタスクがきついな。うん。レモネードが飲みたいな。あ、でもそろそろイベント終わるから、ちょっとこれ頑張っとくか。あと7分だって。おっと、青ざめ出ましたね。15キロ。これで一応今回は全種類だね。よっしょ。うん。運要素が結構強いよね。よいしょ。さあ、あとは出てくるもの次第。その前に体力がない。回収だ。これは一回しまっとくか。問題は、出にくいよね。知ってた。知ってたが、出にくい。
これ今日どころかちょっと2、3日かかるぞ、多分。今さ、なんか、これ何？エネルギーが足りません。なんか、見てくると25回復できるらしいよ。あれ、前こんなんだったっけ？ちょっと行ってくるか。OK。25回復できるのちょっとありがたいかも。どうしよう。一回やめとくか。いや、でも、ハサミとね、袋もね、結構厳しいよね。ハサミ作り出すか。ちょっと待って、なんとかこれを6、5、4、7にしよう、これを。なんとか。なんとか7になるように。レベルが。ちょっと待ってね。しまっとこう。回復。もうね、必要な付近かけるにはね、キープしてやるんで。で、とりあえず7にしたんで、一回これはこれで置いとこうか。置いときまして、いや、今度こそね、裁縫。裁縫セットを作る。作るんだけど、最近布がさ、あんまり求められてなくて、布がもう、どうしようか。余ってきてるんだよね。悲しいかな。いざとなったら布いるしな。ハサミできたな。さあ、ここで。空袋よ、8か？いや、4か。4枚いるな。蝶作るか。置いといたけれど。1個収めちゃおう。もう。3つ目の鍵を手に入れる。はい。側どうだっけ？中身ちょっと使ったような、使ってなかったような。忘れた。で、欲しいな、これ。いや、こっち、交換しちゃえ。ちょっと悩まして。悩ましてくれ。これが階段状になっちゃったな。やだな。で、とりあえず、袋が4ついるので、袋を作るよ。身請け取りに多分8枚袋は、8枚袋っていうかもう、袋、レベル、なんだっけ？ 3？ 4 か。4はあった気がするんだが、これがレベル1だよね。身請け取りにあった気がする。気がするが、困ったな、これ。困ったな。
ちょっと待ってね。深刻なスペース問題。いやー、でも布こんなにいるか？いらない気もするな。売るか。あ、出口消えた。そうだ、もう忘れてた。あ、なんか回収してないものが結構あった気がする。今、降って消えたもんね。しまったな。カジュアルに忘れていた。まあいいや、とりあえずこれを作ろう。メインを進めたい気持ちでいっぱいなんだけど。これで、よいしょ。イベント終わってしまった。他は何も始まってないね。カバーを取る。何が、あ、今度は競争だね。おばあちゃんなのかな、これ。違う、リンジーさんか。あ、イベントが終了してしまった。なんか回収してなかった気がする。あー、タスクが1個になったよー。悲しいかな。回収してないものはない。ひたすらこれだな。とはいえ、そろそろ尽きるな。体力ない。ちょっと探してきていい？多分ね、これも含めてだけど。あったはず。宝箱はこれがね、あるから、こっから、なんとか、出ないかなって。ちょっと待って、下のレベルのものは出ないのかな？ ちょっとがっつり出たね。ちょっと待ってよ。困ったな。8時間とかこんなになくていい気がするな。じゃあ、あとね、40秒ほど待ってもらったら、ちょっと位置回復しようか。ついでにボタン欲しかったな。ちょっと多分回してけばボタンがあるんだけど。あとね、20秒ということで。いや、ラッキーキャッチ。やらかしたな、なんか。せめて残ってるもの回収してくればよかったな。ダイヤあったよね、多分。あ、いたたた。いや、でもギャラリーだけど、手前はまあ完成。半ばもほぼ、できてるかな？手前側はほぼできてるもんね。あとはこの蝶のコーナー。あとは向こうの絵とかね、その辺。まだまだあるか。
こっからが長いだよね。これがマージマンションだよね。あ、この辺、ちょっと忘れてたな。またね、またこそこそやってるんだよね。これ体力が余った時はね。体力が余っちゃうと、これくらいしかね、やることがないんですよ。余った場合はね。じゃあ、ぼちぼち回復をね。また50秒ましたけど、まあいいや。うん。3秒待ち。2、1、0。OK。いやー、待ってよ。ダクトテープ1個作るのに。個作るのに。まだかかる。ダクトテープじゃない、間違えた。バッテリー。バッテリーが、まだ1個もできてない。それなのに2個いる。やばい。果てしない。2時間。どうせなら8時間使っちゃうか。余ってるし。一回さ、身請け取りからこの8時間とか4時間とか出しちゃったらさ、もう使うしかないです。取っとくのも多分3つ4つが限界。限界です。でしょ、7だって。ちょっと使っちゃうか。7ぐらいなら、バッテリーもう1個、38。うわー、使う。ダメだ。もう。時計を掃除する。はい。バッテリーが待てなかった。できるまで。じょうろと、じょうろと、ちょっと待って、これが、せめてもうちょっと。まあ、これならいいかな。で、まずはブラシを作ります。ブラシを作ります。そしてどうしようかな。これで、インク壺を掃除する。はい。壺。でもインクはさすがに入れ替えないと。何年も放置されたインクはひどいことになってるはず。テーブルを掃除する。たまたまあったね。あ、ピカピカになった。一瞬で。モップ。今受け取ったアイテム、見受け取り入ったかな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。一回塞ぐか。あれ、どこに入った。
体力箱が来た気がしたけど。一番後ろか。一番後ろっぽいね。了解。なるほど。やってくれるね。一番手前に来たかと思ったら、そんなことはなかった。体力ちょっと欲しいなと思ったけど。経験値。結局何のイベントも始まってないのかな？ぽいね。何のイベントも、うん、始まってない。よし。いや、いいのかわからんけど、よし。結局、掃除道具は、いろいろあって全部収めたんだっけ？ないってことは収めたんだな、きっと。うん。これもまあ、捨ててもいいかも。わからん。モップか。でも今8時間時短使ったし。なんとかなるじゃろう。なるじゃろう。なるかな？不安。今、70数%ぐらい？できればな。今週中には、次のとこ行きたいな。イベント始まる前に入っときたい。イベント始まるとなんかもう新しいエリアとイベントでなんかくしゃくしゃってなるからな。いやでもギャラリー 77% 体力が、いや回復しちゃえ。もうこれ終わったらね、この体力使い切ったら終わります。うん。モップまで、でもまだかかりそうだね。そう、なんか、予想では、腸っていうか、蛾を、腸か、腸を収めて、そろそろ完成かとかちょっと思ってたけど、意外とね、蝶のセットがまだいらないっぽい。覚悟の上で作っていたのに。876。それどういう状況だっけ？こうか。足りないか。足りないな。65。どれを使う？でももうちょっとだったたら、これかな、こうですかね。これだ。これだ。収めよう。床を掃除する。うん。
絨毯を引き直すがあると思うんだけど。それか。そうね。体力だけがゴリゴリと削られるんだけど、どうしようかな。で、とりあえず袋をね。4枚 ?4 枚だね。さすがに8枚はきついんだよね。3。あ、間違えましたよ。足跡か。これはさよなら。よし、ぴったり。問題はね、花が増えすぎることだけど、もう捨てる。もう捨てるしかない。いいや。これ以上、お前を、これ以上飼うことはできないんだぐらいの感じだよ。もううちには3体のね、オレンジの花ちゃんがいるから。新しい子はもう。どうしようかな。足りないのは体力だけ。16。足りないな。16使っても。12。ちょっと待ってよ。12でしょ?ちょっと。いや、ちょっと無限を使うほどじゃないんだけど。ちょっと待ってね。プレゼントボックスがないかなっていう。さっきスルーしたプレゼントボックスもらっとけばよかった。いや、これ2つある気がする。いや、でも今いいや。あった。多分何かしら入ってるはずなんだよ。あ、ちょっと待ってよ。階段状になったな。よいしょ。しょうがない。でも、もうちょっとなんですよ。じゃあ、あと20秒待ちまして。ギャラリー。80まで行きたいかな。こうなったら。もうこうなったら、8割までは行って、今日は終わりたい。なんかのイベント始まるかと思ったけど、まだ今日は始まらないっぽいね。あ、そしてですね、今日、記念すべき800回まで、あと1週間ということで、ですね、800回目は何をやるのかというとですね、ちょっと私の、このチャンネル。一体、月再生どれくらいとか。あと、視聴者層ですね。視聴者さんがどんな方がいらっしゃるのかという傾向?まあ、傾向だけしかわかんないんですけど。傾向とか。あと、なんか月間インプレッションとか。あと、再生で結構多いのは、今月は何なのかとかね。なんかそういう情報をちょっと、ポンと。800回の時にお出ししたいと思います。どうしようかな。もう次回までに作っておくことにするか。ちょっとこれもったいない気がする。よし、じゃあ次回までに、
この辺作成しておきまして、今回はここまでにしておきますかね。というわけで、じゃあ800回の方はね、そのような内容をちょっと動画撮りながら語らせていただこうかと思います。というわけで、道道は一体どのように手に入れたのか気になるところですけれども。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。